なんか時刻炊きっていう、うどんをこう煮ながらそのまま多分つけ麺みたいな感じで食べていくっていうあのスタイルらしいんですけど、あのそこで結構評判の高い店がこのもう入り江の反対側っていうんですか、向こう側にあるので、これからそこへ向かっていこうと思います。ただ人気の店らしいので、なんか予約なしで入れるかわかんないですけど、とりあえず精をつけて明日からの3日間、自転車の旅を乗り越えたいと思います。おはようございます。今日はですね、僕は長崎県の五島列島に来ています。で昨日ですね、長崎港から、高速船で西に約100キロ移動しまして、こちらの五島列島に来てるんですけど、僕が来ているのが中通島というところです。でこちらの五島列島、あの大きな島5つを中心に、大小152の島で構成されている列島なんですけど、その5つの大きな島、一番大きな島は福江島っていう、あの一番下にある、南にある島で、でその島と、あと久賀島、鳴島というのを下五島と言われていて、で今日僕がいる2番目に大きい島、人口がだいたい1万8000人ぐらい、五島列島がだいたい7万人ぐらいいるみたいなんですけども、それとですね、西側にもう一つある若松島、これを合わせて上五島というらしいです。で今日僕何をやるかと言いますと、今日から3日間、自転車に乗りまして、こちらの中通島、そして隣の若松島にあります29の、カトリック教会、世界遺産にも含まれている場所もあるんですけど、そこを含めて29の教会、カトリック教会を通りながら、こちらの五島列島、上五島の島々を旅していきたいなと思います。それではですね、早速向かっていこうと思います。それではですね、僕の旅のパートナーをご紹介させていただきます。こちらですね、 GoTo ベースさんというところでお借りしました電動のアシスト付き自転車っていうんですか、ちょっと初めて電動付きを乗るんですけど、これをですね乗って3日間五島列島をこう駆け抜けようと思うんですけども、こちらでですね、僕最初にまず向かうのがこちらのですね、中通島のもうずっと東側に、ここからだいたい12キロほどのところにあります、世界遺産の登録されている場所、エリアにもなる、頭ヶ島、天主堂というのがあるんですよ。でこの五島列島にはですね、4つのそのカトリック教会が長崎と、天草地方の潜伏キリシタン関係遺産とか2018年に登録されたものがあると思うんですけど、そのうちの一つがこの中通島にあるので、これから向かっていこうと思います。でもう見ていただいている通りですね、分かりますかね、多分五島列島とかを Google マップの写真版で見ていただくと、もう緑で埋まってると思うんですよ。でこの部分ですね、なんか西海国立公園というのも指定されていて、すごい自然豊かな場所なんですけども、もうリアスク式海岸ですよね。もうこれ全体がリアスク式の海岸になっていて、ほとんどがもう山が埋まっている状態なんで、結構起伏が今回は多い、工程になると思うので、ちょっと電動
の、 あのアシスト付きなんですけど、あの無事行けるかどうか、ちょっと不安な部分はありますけど、早速それでは頭ヶ島天主堂に向かいたいと思います。それでは五島列島上五島の自転車の旅スタートです。早速ですね、今こちらの有明港の近くにある展望台があるところから下って、今から、天主堂の方、頭ヶ島天主堂に向かうんですけども、最初からですねちょっと不安な部分が少しありまして、あ、大丈夫だと思うんですけど、ちょっと前輪のブレーキが若干効きが甘いので、ちょっと坂道とかでスピードが出過ぎないように、気をつけていこうかなと思います。早速ですね、結構なあの勾配のある坂道が現れました。もうスタートしてすぐですね。でこの電動アシスタ付き自転車なんで、もう初めてなんですけど、その効力をついに最初からも発揮できる時が来たんで、今試してますけど、なんかすごい重いんですよ、思ったよりも。なんだろう、あ、そういうことか。これそうだ、気づかなかったんですけど、これちゃんとボタンオンにしないとダメなんですね。使い方聞いたんですけど、なんかエラーになってんな。なんだこれ、ゲッティングエラー。ちょっとこのまま、なんか確かアシスト聞いた感じなかったんですけど、ちょっといじってアシスト機能を使えるようにしてからちょっと進みたいと思います。試行錯誤をしまして、オートマチックモードになりました。これでですね、なんかあの普通の道が 60%、 そして坂道になると 100% 補助してくれるみたいなんで、これからちょっと実際のアシスト機能で進みたいと思います。やばいです、衝撃です。ちょっとですね、アシスト機能をオンにしたらめっちゃくちゃ、結構さっき話したように、あの角度のある坂道なんですけど、とんでもなく軽いっすね、これやばい。ちょっとこのアシスト機能、これやばいですね。俺初めてなんですよ。もうその自転車で例えば日本を横断して、もう 2130m へ、日本の国立が一番高いあの白根山とか、もういろんなところを自転車で行ったり、台湾を回ったりとかいろいろしてますけど、全部もう気合と根性であの進んでたんですけど、これすごいですね。これだったらもうどんな道でもスイスイですよ。なんかもう標高別に 1000m 2000m でも、もう全然余裕できますね。でただなんかこの電動のアシスターの注意が、あのだいたい距離数によると、ちょっとこの貸してくれた自転車のあの GoTo ベースさんのおじさんによりますと、だいたい今80キロ90キロぐらいあのパーセあの来るぐらいって言われてるんで、あのそこの電池がなくなると普通の自転車より重いとあの言われているので、ちょっとそこの調整をですね、この3日間あのバランスよく配分して進んでいこうかなと思います。まあ、バランスよく配分できるものかどうか分かんないですけど、いやでもめちゃくちゃ快適です。というか快適すぎますね、素晴らしい。いや見てください、もうこの坂道も全然負荷なくスイスイ進んでいます。もう本当電動たるや素晴らしいですね。でこのなんか僕が乗ってる自転車のメーカーがパナソニックなんですけど、電動のそのアシスト付き自転車って最初パナソニックでしたっけ、なんかそんな記憶があったりなかったりなんですけど、本当に人類にとって素晴らしいあの発明だと思います。これだったら結構こう年を取っていっても日本横断の旅とかなんかそういうのも楽しめそうな感じがするんで、ちょっとこう将来のなんですかね、あの希望というか老後の希望も持ってた感じです。で先ほどこれ通ってたやっぱ自然宝庫の島なんで、あの鹿が4匹カメラに収めることはできなかったんですけども、4匹連続であの僕の目の前を鹿が横断していきました。すごいですね、ちょっと霧が若干濃いんですけど、あのこちら素晴らしい綺麗な景色が広がっています。
経験がない。だからその右手上の資産頭ヶ島の、天主堂行ってきました。で、先ほど話したように、長崎と天草地方の潜伏キリシタン関係の、世界遺産ですねに、登録されている場所になりまして、まあ、こちらの頭ヶ島、集落の中にある、まあ、天主堂が登録されているんですけど、こちらがですね、結構もう珍しいっていうか、この五島列島で唯一石造りの教会らしいんですよ。で、この頭ヶ島から、北へ500メートルほどのところに六郎島っていうのがあるんですけど、1910年から、10年間かけて、でもう船で石を1日なんか300キロぐらいあるらしくて、1日その3つずつ運んで10年間かけて頭ヶ島天主堂が完成したらしいですね。なのでもう10年ですよ。もう結構長い時間をつけて、それで、1910年に完成したという、まあ、約110年前の、教会になっています。で、今日今一つ目の教会見学させていただいて、で教会の中も見学させていただくことができます。ただ事前予約が必要なので、予約をしてそれで案内をしていただける方に、まあ、教会の内部とか のご案内とかをしていただいてという形になります。で、先ほど言ったようにこれ29の教会もあるので、これからはですね、今度はもう一回有川に戻って、それで島の北側に今度は教会群が集中しているので、どん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 今日は回っていこうかなと思います。ちょっとですね、緊急事態ハプニングが発生しまして、さっきですね、僕こちらの自転車にまたがった時に、なんか破裂音みたいのがしたんですよ、パンって。で、ただ特に自転車おかしいとこなかったんですけど、自分のですね、今日入ってきたこのパンツっていうんですか、ズボン見てみたら、この股のところが、これ見えます？股がですね、裂けてしまったんですよ。すいません、股間をこんな風に映してしまうとあれなんですけど。なので、まああんまり今日人に会うことないので、でなんか正面から見れば違和感はないんで大丈夫かなと思うんですけど、ちょっとですねこんな感じで裂けてしまってる状態なんで、今日泊まった宿で糸と針もし借りれたら借りてちょっと修復しようかなと思います。まあもう一つ予備というか、もう一着こういうスポーツ系じゃないんですけどあるんで、まあ、それでやり過ごすこともできると思うんですけど、まさかちょっとこのタイミングで自転車、まあ、かっこよくちょっと足上げすぎたのかもしれないですね。角度がありすぎてっていう感じかもしれないですけど、まあ、ちょっとびっくりしました。